私、ギルドに来た理由って父親を探してなんだよね。そりゃ初耳だな。そことはあれか、お前の親父さんはフェアリーテイルにいたのか。うん、ギルダーツなんだ。ええー、いろいろあってずっと言えなかったんだけど。ちょっと待て、お前。うん、受け入れがたいよね。誰の子なんだ。サラ、ナオミ、クレア、フィーナ、マリー、イライザー、いや、髪の色が違う。エマ、ライラ、ジー、シドニー、ミシェル、ステファニー。おっさん、どんだけ女作ってんだよ。わかった、シルビアだな。そっくりだぜ、性別とか。もう腹立つ。こんなしょうもない女たらしが親父だなんて。とにかくそういうことだから、それだけ。待てって。私が言いたかったのはそれだけ。別に家族になろうとかそういうのじゃないから。今まで通りで構わ。コーネリアの子だ、間違いねえ。話せよ。なんで今まで黙ってたんだ。言い出しづらかったんだ。そんなこんなで今頃になっちまったのさ。コーネリアは俺が唯一愛した女だ。結婚したのもコーネリアだけさ。仕事ばかりの俺に愛想を尽かして出て行ったのが18年前。風の頼りで行っちまったことは知ってたが、子供がいたなんて。つまりお前に気づいてやれなかった。いいよ、わざとバレないようにしてたの私だし。勝手で悪いけどさ、私はこれで胸の使いが取れた。こんなに近くに娘がいたのに。よせって、責任取れとかそういうつもりで話したんじゃないんだ。いつも通りでいいよ。ただ一回だけ言わせて。会えてよかったよ、お父さん。カナ、もう寂しい思いはさせねえ、二度とさせねえ。これからは仕事に行くのも酒飲むのもずっと一緒にいてやる。それはちょっとうざいかな。だから俺にお前を愛する資格をくれ。お父さんか。帰ったら久しぶりに会ってみようかな。
いくらかは稼いだけど、ギルドの借金はおろか7年分の家賃にもならないよ。7年か、想像以上に長いんだな。いろいろ変わってたし、みんなも強くなってた。私7年も連絡してないってことになるんだよね。心配してるだろうな。お父さんに会いに行こうかな。私お父さんに会いたいって思ったの初めてかも。あの、すみません、ジュード・ハートフィリアという人を探してるんですが。大変お伝えづらいのですが、ジュードさんは一月前に亡くなられました。本当にお気の毒です。よいしょっと。大丈夫ルーシー？ちょっとお父さんのこと驚いちゃって。2ヶ月前、いや違うか、もう7年経ってるんだったね。あの時明かり輪でお父さんに会ったのが最後。私小さい頃からずっとお父さんのこと好きじゃなかったんだ。その上ファントムの件もあったしね。ルーシーがさらわれた時だね。でもアカリファの事件があって、これから私とお父さんとの関係が変わりそうな気がしてた。過労で体を壊しちゃうなんて、あの人らしいな。なんでだろう、悲しいのに寂しいのに涙が出ないんだ。やっぱり私お父さんのこと。それは違うぞ。うまく言えねえけど、涙が出るとか出ねえとかそんなことじゃねえと思うぞ。ありがとう。本当、私は意外と大丈夫だから。大家さん？私の部屋、あれ？7年間も使ってなかったのに綺麗。私の誕生日、お父さん覚えててくれた。ルーシーは？ありがとう。よし、
よし。よし。ありがとう。